天一つかさは、律令制の監視の一つで、大倉省所管。金、銀、銅、鉄の鋳造や、土金、長金、瑠璃の細工、及び玉作りなどを司さどった。広つかさに区分される。職員には、生、優、大霊士、奨霊士、各一名の他支部10人、自家長1人、共部の雑工部10人がおり、これらの作業を行う雑との雑工とが付属していた。 俗に本紀巻、第三の文武天皇慶運元年4月の記事によると、丹谷氏をして、諸国の印を意志む、わけ、宇治谷武氏とある。天一笠が大法令で新設されたばかりで、後人の配属が遅れ、霊志向から数年間は、官主として機能していなかったため、丹谷氏が代わりに、諸国院の鋳造を行っていたのではないか、と、荒井菊雄は述べている。その後、 食器巻き、第9によると、岩礁天皇の仁紀2年11月に、天衣聖、小六以上の針間地家庭系に、十五石下を授けたとする記事があり、また、万葉集巻き、第8、1549番の大紙には、天衣まさき尊そんと、え門の大尉、大友すくね投稿の後見の章にて作る歌い詞と、ある。以上のことから、次第に関視として整備されていったことがわかる。 官職秘書、ゴフの、例内現象サルルの間の項目によると、後期5年、匠寮に併合されたと記されている。ありがとうございます。